さて本日もディスマントル続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。さてね、前回、新しいマップに行く途中だったかな。そう、ここね、前回ここで新しいマップに行く途中に、橋のね、ここの木が足りないってことで、わっ、やっちまった、ここ落ちるんか。でも大丈夫かな。これ敵湧くっけ、ここ。ここだ、こっちか。もうここ来ちゃったんであれば、ちょっとヒレステーキ作っていこうか。ちょっとヒレステーキを作っていきます。調理はできますんでね。いや、やっちまったよ。まだ冷え水庫作れないんだ。鍋の強化をしなかったんだった。そうだそうだ。もう、デッキリスポーンしてる。ですよね。でも、ワンコ倒せばワンチャン。川。そうそう、川。川が落ちますんでね。他にも敵がいるんじゃない？オッケーオッケー。で、死体調べて、オッケー、木材。そこの木材よ。で、ここ回収。オッケー。来るね。見えない。オッケー。回収しといて、で、ここに、バキを使っちゃったな、全部。これ、この後さ、またさ、北極のキャビン、できる。またこの後、この橋が足りなくて、橋の木が足りなくて、また結局ね、木を使って、同じように、作らないといけなかったんじゃないかなっていうのちょっとあるんだよね。塞がれている。一応ね、この次のエリアに行くまでにね、橋がね結構ありますんで、多分ね、そこでまたね新しく作んないといけないんじゃないかなって、ちょっと俺もうねすでにね睨んでるから、ちょっと木を作っていくのと、このベッドは結構硬いか。銅とかも欲しいんだけどね。出ないね。ここだけ見ていこうか。あ、フィッシュボール。魚、魚釣りかはやっぱ作んないと。魚不足だよ、魚不足。魚不足です。暗いなぁ。え、どっちだ。おっと、上からこう行って、あ、上から、あ、上に行けるな。待って、あー、おっと、ちょここに行くか、こっちからも行ける。ここ、こっちから下に行くと、ここの橋が怪しいんだよな。上行ってみるか。ちょっと今回上から攻めようか。正解か不正解かはね、行ってからのお楽しみですな。行きましょう。上だ。俺は上だと思う。わお。だいぶ寒くなってきたけど、大丈夫かな、温度。
さらにまたいろんなものを作らないといけないとなると結構大変だぞ。あ、橋、ここに橋がかかっているということは、2ついけるね。来た来た、新しく作らなくていい。来たぞ。お乳のエリアに。しか。まず、あ、なんて寒さだ。あー、まずい。来た来た。ここからまた寒さがアップするパターンですね。ここから寒さがアップするパターンなんで、ここクラフトできないじゃん。ちょっと待って。あー、ここに次元クレートがあって、どっかにキャンプファイヤーない。あ、っていうかさ、ここ行けるじゃん、ここ。あー、ちょっと下行ってみようか。こっち。いるね。あ、こっちですよ。また、おっつけ。まずい、おっつけ。殴って、転がる。殴って、かわす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 。OK。慣れたもんよ。一応回復しときたいな。よいしょ。気がつけば HP もこんなに。まあもうシェルターから出てね、ゲーム内時間で、ね、2週間経っておりますんでね。まあまあもう歴戦の猛者よ、もう。ほら。ほら。あ、ここも普通に走って繋がってるわ。なんだよ、深読みすぎたわ。ち。こっちなんかある？ないね。行こう。なんだろうな。チャリス。で、北極のキャビン。ここ北極なんだね。あ、OK。来た来た来た。あ、来たー。うわ。到着。新しいキャンプファイヤー。来た来た。で、一旦寝ようか。そうそう、多分眠るんじゃない？休息ボーナスが欲しい。あー、まだ無理か。敵はそこにいるな。で、新しいリンクタワー、ここなんで、まあ、リンクタワーに向けてまっすぐ行ってもいいのかな。あ、ここに素材。見な。銅が欲しいな。電柱破壊しよう。敵いるね。ふっ、かわせない。ほら、電柱がある。もう電柱が銅にしか見えない。これは無理。無理か。あー、びっくりマーク、サビ目がある。わー、どうしよう。やってく？せっか、まあ、せっかくだしやっていきますかな。ちょっと扉から入るのも面倒になってきた主人公。お邪魔します。おお、レタス。さてと、テーブルには招待状があります。毎年恒例のスカベンジャーハントに参加しよう。さっきんじて、緑色のコーヒーメーカーを見つけましょう。そうすれば次の手がかりが入ります。ほうほうほう。緑のコーヒーメーカー。緑、どういうこと。まずは、まずはコーヒーメーカーを探しましょう。緑の、緑のコーヒーメーカーで初めて聞いた。コーヒーメーカーはどこだろうな。コーヒーメーカー、これクエスト受けてるの俺ね。あ、受けるなってない。受ける。よし、危ない危ない。コーヒーメーカー探しますか。
うわ、デブッチョいる。つけ、後ろに回り込んで。そったれ。お前が一番嫌いなモンスターなんだ。まずまずまず。敵がリスポーンしちゃうんでね。現状。その焼き木にね入れたくないんで、できる限りちょっとダメージを受けないようにいかないとね。ここ緑のコーヒーメーカーなんてある？いるな。しないと緑のコーヒーメーカーね。一人のコーヒーメーカー、新しい化石だねこれね。敵強いな地味に。一人のコーヒーメーカーエキスパートここねえぞ。緑のコーヒーメーカー物資がめっちゃある。そっか、クラフト。緑のコーヒーメーカー、あー、こう倒そうか。ここはないね。これ香辛料か。クエストもさ、結構こう行き当たりばったりで言ってますけど、まあ、こと細かく見ていけば多分いっぱいあるんだろうな。うわ、あいついる。うわ、どうしよう、緑のコーヒーメーカー、ここら辺あるかな。ないよね。お、バスケットゴールから。あれ意外とないぞ。どこだ、ここか。近づかんとわからんパターンかな。あ、これか。あ、来た。赤いテレビを見つけよう。俺ぶっ壊したよね、ちょっとテレビとか。ちょっと待って、物をぶっ壊すの。ちょっと先をちゃんと見ていこう。赤いテレビね、次。赤いテレビか。赤いテレビ、赤いテレビ。赤いテレビ、赤いテレビ。赤いテレビはどこだ？宝探しゲームみたいな感じだね。ないね。ここないよね、もちろんね。赤いテレビか。なんかもうぶっ壊してなくなってたらちょっと笑うけどね。赤いテレビ、赤いテレビ、ないよね。しないと開かないパターンか。赤いテレビはありますか？赤いテレビあったこれだ。 OK、 緑のラジエーター、ラジエーター、ラジエーターってさ、これだよね、これこれこれ。多分これだと思うんだけど、ラジエーター、緑のラジエーターね、合ってるよね。あれで
日本じゃラジエーターってなんかあんまない気がするからさ、緑のラジエーター、ここにないことを願おう。でもここっぽいな、緑のラジエーター。うわー、ラジオ放送があるからちょっとね、聞いときたいな、一応。緑のラジエーターはないね。多分。これ違う。違う。でもなんかいろいろあるな。ちょっと、ここ、一応倒しとか頑張って。こいつはちょっと厄介だけど。ジェイターないよな。ベリータルト。じゃあ後から作ろう。トマト。緑のラジエーター。待って、これラジエーター出てない。じゃあ青のチャリ、あのラジエーター、これ。うわ、これは分からんわ。西にあるオレンジの墓石。西？まず西ってどっち？西。どこを基準にして西なの？まず。そこを教えて。何を基準に西なのかな？マップでちょっと西の方にじゃあ行ってみっか。オレンジの墓石。南岸で行方不明のボートの報告があります。ボートか。ワンチャンボートで脱出できないか、この島を。西だから、こっちだと思うんだけどな。違う。マップだとこっちか。こっちだと思います。勘です。何を基準にしか分かんないから、ちょっと分かんないけど、まあ行ってみるか。西。こっちにしたよな。西だけど、いやー。6000、モンスターハンター。モンスター1000体倒したって。とうとう1000体か、俺も。もう今日で何個目かな。結構倒してんね。死は決して悲しく暗いもんではありま、で、ある必要はありませんか。カスタムされた墓石を見てくださいって言ってるね。なんか、やばそうなのいっぱいあるよ。オレンジ色の墓石を探しましょう。銅がちょこちょこ持てるね。オレンジ色の墓石。オレンジ色の墓石と、あった。お店だよ。これっしょ。あいつやっとこ、先に。いけるかな。ここだよね。ここじゃない。これかと思ったけど、さすがにぶっ壊しはしないと思うけどな。見つけよう。まずったかな。これじゃなかった。オレンジの墓石だよね。オレンジの墓石。間違ってないよな。ぶっ壊しちまったけど大丈夫かな。これか。チャリスの北西にある
黄色い柱時計を見つけよう。行こうか。黄色い柱時計。あ、こっちか。木星だからまあこの辺りかなと思うんだけどね。あ、危な、危な。じゃ電柱あるじゃん、電柱。電柱がありますよ。OK。どうじゃ。どうか取れる。北西なんで、おっと、まあ敵結構いるね。ここをやる。この辺りじゃないかな。チャリス、墓地、あ、ちょっときつきてるね、これ。木製だから、こっちか。あ、電柱ある。電柱は、どうだ。このあたりじゃないかな。ポツンったらどうける違うな。柱時計だったよね。どこだ？北西。ちょ、電柱がもうさ、電柱がどうにしか見えないもん。この辺りじゃないかなと思うんだけど、なかなか見当たらないね。下時計だよね。ないな。どこだ。おかしい。あ、これは違うよね。これは何？電柱だよね。結構先かな。ここチャリス。ちょっと上の方まで、ここら辺まで行ってみる。墓地がここだったから意外と近場かなと思って、ね、近場を探したんだけど見つかんないね。となるともっと上の方かな。オッケーオッケー、行ってみよう。ちょっと持ち物重いな。重いな。あ、あ、あと、これはキャビンだね。あ、やべ、買った。適当に。あ、上質なサーモン。いや、俺は魚は釣る。俺は木材で行く。魚は釣るんだな。どこだ。ねえぞ。あ、ログキャビンがある。あ、柱時計ってあれか。これだわ。これさ、これ柱時計って言うっけ。これ報酬はポツンとあるログキャビンの西に2つの岩の間の、これ西の2つの間の岩。え、西どこだ。2つの岩の間、こっち側かな。あ、これかな。これどこ、あ、ここか。貴様は今晩のおかずじゃ。待て。くそ、当たった。よし。で、ここの間を掘れって言ったけど、いい報酬だよね。しょぼい報酬だけどさ、おお。ゲームとしての報酬なら十分だろ。だって。オッケー、オッケー。やったね。うん、十分十分。銅が、やべ、銅がめっちゃ出ないって。待って、これ、こんだけ、こんだけ、こんだけで見せかけて、もっと実はあるパターンじゃないの。ねえねえ、
本当はもうちょっとあるんじゃないの？さすがにそんなないか。欲張りすぎか。よし。やったね。逆じゃん、完全に。宝探しミッション面白いね。よし。どうしようかな。火をつけていいもんかな。一応 HP まだ、あ、でも火をつけないと結局解放ならないからね。あ、でもここで、どうしようかな。この辺の敵死んでるから、とりあえず、現状まだ HP 回復する必要ないんで、リンクリーダーまで行こう、このまま。敵のリスポーンがめんどくさいんだね。おっと。敵のリスポーンがめんどくさいんで、どうしようかな。ここのリスポーン防いじゃってもいいかもしんないね。でも結局これに倒してないから、結局敵いるから別によかったか。キャンプファイヤー休んでも。分かったな。まあ、ここのエリアさ、敵を湧かなくしてもいいのかな。いや、立ち寄っただけだからね、すぐこっち行っちゃうし、別にいいかな。どうしよう。あ、ここにもある、キャンプファイヤー。ファイヤー。ここ開く？で、ここが多分リンクリードの場所だよね。あー、修理するには、電子機器移動ね。オッケーオッケー。一旦休もう。あ、レベルアップしてる。経験値アップかな、ここは。はい、ここは経験値アップですね。もう経験値アップ、もう早めに取っとかんとね。オッケー。で、ここで、ここ10個だよね。はい。はい。OK。で、ここに直す。で、ゲートを開ける。海軍基地ターミナル。海軍基地か、ここ。フロール海軍基地。うわー、中にあるけど。うわ、待った、ちょ、いて待て、これ時間かかるパターン。海軍基地結構こっち側から開かないから、こっち側から開けるパターンだね。ちょっと持ち物とか一旦。よし。こっち側いけないパターン。ここで壊せないよね。あ、ダメか。おもちゃダメか。くっそさっき塔を取ったからさ、いろいろちょっと装備をね、アップグレードしたい。まずは料理。そう、まずはちょっとね、料理がいっぱい作るんで。あ、寝袋もいけるな。まずは鍋ね。OK。鍋アップグレード。で、睡眠ボーナス取れるように、寝袋アップグレード。あとは、フラグか。でもゴムがちょっと。動物のおやつ。あ、ビルダーキットもアップグレードしていかないといけないのか。まだのかけど俺持ってないわ。鎌マチェーテ。でまあここはまずは斧を優先していきましょう。ダメージは68まで上がる。いいよ。でさらにここで74。きたー、チタン。とうとうチタンというものが必要なんですよね。うわ、チタンですか。チタンってどう使うの。まあでも斧がここで74ダメージが出るんで、74ぐらいのものはもう破壊できることだね。フラグ
ょっとなんかアップグレードできるのはアップグレードしとこうかも。でまたどなんかこなくなったら困るな。大丈夫かな。あ、であと開発できるものちょっとエリートロックピックはそういえばさ、あー銅がいる。あかね銅。わーしまった、ここやっとけよかったな。あとはここもいるね。ここハンドラップ。あとは作っておくもの、あ寒さ対策のものを作んないとね。忘れてたな、ここのコートゴムがいる。ここ木材ランバージャック、金属ダメージ木の対策か。なんだこのロードウォリアは。ダメージブロック 22.5、 発射速度 5%、 これいいね。作っとこう。よし、現状今装備してるのがアウトドア派か、防寒耐性ここで入ってるのか。だったらここを外すことできない。え待って、え防寒耐性5入ってるでしょここ で帽子で防寒耐性も入ってるよね。ってことは、あここ作んないとか。防寒具15、ゴムにいる。で上の方ね、さっきね、そうこっち側ね寒くてねもう死んじゃいそうだったから、どこだっけ、ここら辺ね、ここら辺、これ寒さがさらに厳しくなるようなポイントっぽいんでね、まあ、ちょっとねそこをなんとかね寒さ対策して行ってみたいね。でもまあとりあえずはこのフロール海軍基地ちょっと漁っていきたいね。リンクリーでここあるしね、リンクタワーだ知ってるわけでね。本日はここまで、次回フロール海軍基地攻略していきたいと思います。というわけでね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければね、また次回もねぜひぜひ見に来てください。ではお疲れ様でした。